ございます。矢川です。前に Vlog でも紹介したことのある、カフェグローブさんの、近くの海まで来ているんですけども、あるちょっと企てがありましてやってまいりました。あるブツを持ってきていただいたスペシャルゲスト、はい、写真家の磯村さんです。おはようございます。おはようございます。お願いします。ちょっと怪しいですけど。怪しいですねはい、あの写真家です。悪い人ではありません。で、例の物がこちら。おー、マビックだ。 DJI のドローンですね。マビックプロちゃんが来ております。いいな。じゃあこれをですね、この景色のいい海の近くで飛ばしてみようという遊びでございます。はい、準備が始まります。そうそう、マビックといえばこの動く組み立て式というか開くんですよね。こんな感じですね。お、開くとこういうちゃんと いつものドローンの感じで。送信機ですね。送信機、コントローラーですね。 iPhone はモニタリングなんですかね。画面見るって感じですか。これでもコントロールする。これでもコントロールできますけど、はい、この送信機とつなぐときは、あくまでも画面っていう考え方。ああ、なるほど、うん、今そこってライトニング挿す感じですか。そうです、ライトニング。なるほど。風向系、風力系ですね。おお、これついてるんですか。いや、これはね、Amazon で1000円かに。これ大体風力。なるほど。今日の風速系ですね。今どんくらい。ほとんどやっぱりドローン風に弱いので影響されるの で、ね、はい、あんまり強いと飛ばさないような感じになるので。天気が良くて無風って今日ベストっすね。これちなみに飛ぶときって風圧結構きます？きます、ね。近くにこんなの立てとくとやばいですかね。倒れますかね。そこまでじゃないとは思う。360度カメラ、インスタ361もちょっと近くに置いといて、飛び上がるところを撮ってみようかなと思います。はい。エリア確認ですね。DJI のサイトでしたっけ。これね、DJI のサイトとは別のアプリなんですけど、あ、今のいるエリアが、はい、飛行禁止エリアにかかってないか。はいはいはい。お、じゃあもう行きそうですか。で、平らの、できるだけ平らなところを発着を出しました。なるほど。踏み固められた道のあたりに置いてますね。下がやっぱり生えてるみたいですね、羽が。はい。お、喋った。はい。つながったそうです。あ、緑色になりましたね。これがリンクした感じ。でもすでにカメラから伝送されているので、はい、映像が。で、この左下に、はい、現在のポイント。はい。GPS で。マップと、カメラの映像が来るって感じですね。はい。はい、じゃあいよいよマビックちゃんが飛びます。あ、でも綺麗に静止しますね。お、風の分は自分で補正するんですか、場所を。ああ、なるほど、賢い。はい。お、自動で機関、なんか音が鳴ってます。機関の指示が多分出て、ああ、来てますね。はい、ちょっとずつ降りてきてます。素晴らしいですね。もうほぼスタート地点ですね。おー、着陸。完全に元に戻りました。これでスタート位置ですね。自動でアクティブトラックっていうのがあって、車体をロックオンして。山田さんロックオンしてる。山田さんが、僕が動いたら、あ、ついてきてますね。やばい、追われてる、追われてる追われてます。おー、ちゃんとついてきてますね。今度はトラッキングしている、僕を中心に回ってますね。おっと、ここは逆行。一定の距離を保ってぐるーっとカメラはこっちに向けたまま回ってます。この安定感はすごい。で、止まりました。降りてきた。そして元の位置に
おお、無事着陸。帰ってきました。はい、今のは手動ですか？今の手動です。ああ、なるほど。返してあげるんで、なるほどなるほど。ここからしばらく経つと自動期間が始まります。はい、おお、無事帰ってきました。お帰りなさい。偉いよね